はいさええー、まあちょっとこの下の投稿にね、えー、今日あの電車で会った素敵ななの素敵な両夫,夫婦っていうかうんいろいろあの両夫婦を見ててすごい自分でこうあのか感銘っていうかなまあちょっと心に響いたことがあったのでちょっとその話を、まあ、しようと思うんですけどまあ近況としてはですねえー、あ近況としてはですねまあ明日 今私別なあの、えー、業界のプロ先生のプロデュースをしててですね明日大阪に行って <laughs> そのまま今度名古屋に行って帰ってくるんですけど今日はねたくさんのね素敵なこうやりますっていうですねやりますっていう現場を目撃した,たんですよこう決断してですね「よしやってみるぞ」っていうたくさんのまあずっとなんですけどねたくさんのやって やってみますっていうなんかこう決意あふれる素敵な場面に遭遇したんですけどねまああのー、決断するってやっぱすごい難しいことなんですよねいろんなこと私も今まで本当にここに来るまでにたくさんの自分の中では決断をして結構自分の中では決断力が出てきたかな決断力っていうかいい選択をいい選択に対して決断できるようになってきた。 何でも決断すればいあっこれは絶対今決断した方がいいなってった時にちゃんと決断してそれがやっぱりちゃんといい結果に結びついてるのがあると自分の決断力に自信が持てるんですよねあ私大丈夫私の決断力合ってるみたいな <laughs> あの直感で今これやるべきだって思うと決断できるんですよ。でまあ、今日は多分絶対ね あのいい決断をされてたと思うんですけどそういうすて、えー、な決断をいっぱい見たんですけど逆にねまずさまずさだって、えー、決断するってまず難しいんですよ一つねなんだけど実はこの決断するよりももっとなんかや,めあなんかやるってことねなんかやろうやることを決断するってすごく難しい難しいっていうかねやっぱりあの大事なことだし難しいんですけどさらにもう一つ難しいことがあるんですよ何だと思います えー、決断でやりますの決断は決断ということはやっぱり難しいんでねやりますの決断難しいんですよでもですねもう一つの決断難しい決断があるんですけどあ皆さんありがとうございますもう一つの難しい決断はですね、えー、やめることを決断するこれがめっちゃ難しいやめることを決断するもうこれ自分はやり続けてたものをやめる やめるほどですね難しい決断はないんですよ。でなんと、まあ、この間ね日曜日ですねピアノ刑事の東京校が終わったんですけどなんとこの難しいやめる決断をされた方がですね、まあ、いくつか、まあ、何人もいるんですけど、まあ、特に今お話したいのは2人いらっしゃってね2人いらっしゃってすごいんですよ。もうですね そのやめる決断の前私知ってますからその葛藤してるんですあの葛藤してない決断やめる決断っていうのは軽い,決軽いやめるなんですよねでもやめることが大きければ大きいほどその人はその前にとっても葛藤するわけですよやめていいのかなとかやめたら、ね、誰かが困るんじゃないかなとかやめたら あのどういうその先の未来が来るんだって葛藤するわけですよ。辞めるってすすごい怖い怖んですよそうなんですけどまあ私はその「やめる」を後押ししたんですよ。それはちゃんと経営的に見て先生にとって先生にとってこの「やめる」という決断は私は必要だと思いますよっていうふうにですねまあはっきり言って背中を押しました。辞める決断はですねでお二人の先生が で一人の先生はあのもうすでにですねお客様の声でですね受講生の声であの動画出てますので、まあ、どのどんなかどのどうなったかあの見ればわかると思うんでぜひあのよかったら見て、えー、いただきたいんですけどこの方はまああの、まあ、お世話になってたお勤めしてたある音楽教室を、まあ、辞めるという決断をしたんですよね。それもすごく仲ののいい先生とのところで、あの 勤めてたのですごくやっぱり辞める決断をするのにすごく迷ったわけですよ。ものすごい葛藤してるのが見えるわけですよ。でも、やっぱり、まあ私コーチだから、コーチって辞める決断を後押しすることってめちゃあるんですよ。でも別にコーチが辞めさせたいわけじゃなくて、その人が辞めたいんだけどって言う、本音で辞めたいんだけどって思ってたら、それはコーチは後押しするんですよ。とにかく ずっとつき添ってあのー、ねっやろうかなやめようかなってこう行ったり来たりするのをですねやっぱりこう初心に戻っていただいて、まあ、どういう未来が欲しいんだね、あのー、やめることでどういう未来が手に入るかってそういうのをこう、えー、イ,メージさイメージ一緒にさせてもらってである方はですねやめるという決断をされて実際やめることができたんですよ。 そのの後帰っってきたものがめっちゃ素晴らしい今まだちょっと言いたいんだけど言えないんだけど素晴らしいあの未来が入ってきてですね今それに向かって自分の夢ですよ夢が叶いつつあるともうあの叶ったら私からも大宣伝しますけどある夢に向かってですねでもそれはその辞める決断をしない限りその未来は来なかったと。っていうことですごいカットされてたんだけどだって関係性のいい先生の教室を辞めるってさ 難しいいじゃないですかもうそれ嫌、ね、なとこだったらさやめられるけどすごい関係性がいいところでやめな,やめなくちゃいけな、ね、い葛藤されててねでもそれを決断してでも結果的に素晴らしい形でやめることができたんですよねでもう一人の先生はこれは <laughs> とにかくあのこれはもうその先生がめっちゃ損してたんですよまた別の案件でね別なことでねで先生もやめた方がいいと。で一応目標を立てて例えば 生徒が何人入ってきたらやめようかとかいろいろやってたんですけど、まあ、なかなかやっぱりですね優しい先生なんですよねだから辞めるっていうことを決断できなくて <laughs> でもこの間ピアノ系塾でまあそういう話をしたところみんなから「もう先生辞めなさいそれは」って言ってもうみんなからそのどう見ても客観的に見ても辞めた方がいい,い,いでしょうとうんその辞めた方がいいっていう意味はご自身の価値をこう下げてるから でもやめた方がい,いってみんなで言ったらなんか帰りの新幹線でなんか涙が出てきたんですって言ってもよかったかな誰か分かんないからいいよね涙が出てきたらしいんですよでいろんなこと振り返ってやっぱ自分大事にしようって思ったんでしょうかねそう思ったらまたポーンとお問い合わせが来たりしてこうなるとその自分はの決定がどっちにいったらいいかってやっぱその何てうの流れがさ後押してるみたいじゃん ね、ちょっと自分やめようかなと思ったらお合わせが来たってえ自分のこのやめようっていう決断ってもしかして合ってるみたいなそれでやめるって宣言してきたらしいですよあるところにあのちょっとまだそれはねいろいろあの結果は少しまだいろいろあのなんですかあのね、えー、交渉とかあるでしょうけどまあだからそうですよやめるってやる っていう決断も難しいけど実はやめるって決断も本当に難しいんですよね。なんででもそれが本当にその人の未来のために大事だったらやっぱりやめる決断っていうのも、えー、やってみたらいいんじゃないかななんて思って今日はちょっと心に響いたことまずその1ああやめられたんだやめるって決断をされたんだすごいなあと思って私だって辞める決断すごい嫌ですもんやめますっていうのすごい嫌ですもん。でもそれをしないとやっぱり、えー ね、また一歩前に進めないのでいいやめ方ってありますからねあの大事だなと思ってで今日は今日はねすごいね朝もうねすごい私にとってすごいなんかこう考えさせる出来事があって、まあ、朝は電車に乗ってたんですよでこう電車は座、まあ、あの割と始発に近いんで私、まあ、座れたわけですよねこうなんかこうほらこうシートがいくつかあってさこう端っこに座ってたわけですよ途中から あの車椅子の老夫婦があの来てらしてね、まあ、あの旦那さんおじいちゃんとあのおばあちゃんでおばあちゃんが、まあ、かなりちょっとあのもうちょっと重度の,のね介護のような感じであのでおじいちゃんがこう車椅子をねあのおばあちゃんを座らせてから車椅子をちょっと他にどけたりしてで、まあ、気になってたけど、まあ、座ってらっしゃったから。 お二人でねあのまあいいかななんて思ってそしたらだんだんそのおばあちゃんがズルズルズルとこうこう,やっぱこう自分でこうやっぱりこうさ支えられてないんだろうねおじいちゃんのところにもたれかかってきて私もつ,ついついちょっとし、まあ、私あの電車の中はもう自分のパソコン仕事をするのが結構いつもあれでなんか集中してバーってやってたらなんとなく気になっておじいちゃん大変そうだなみたいなそれで途中で声かけたんですよね「あのー、なんかお手伝いすることありませんか?」とか。 あのどちらまで行かれるんですか?」って言ってそしたら私、えっと、中野って言ってね中野駅新宿って言って東京がまあその後30分ぐらいあるんですけど30分もないかそれで中野辺りでそれ聞いたんですよ、ね、私もっと早く聞けばよかったって本当に申し訳なかったと思うんだけどで中野辺りであの「あの何かお手伝いすることないですか?」なんて言ったらおじいちゃんが。 あのどちらまで行かれます?」って言うから「あの新宿です」って言って「私もどちらまで行かれるんですか?」ってっ東京です」っつってしたらおじいちゃんがピンと「あのよかったらこの端っこの席と変わってもらえませんか?」と「でもう全然そんなこと分かんなかったもんだからあすいません」とか言って「あのも全然全然いいですよ」って言ってあの座ってそのおばあちゃんが「その端っこだとこうもたえでかかれるんですよね」でそれでやっとおじいちゃんが「いやあ助かりました楽になりました」ってもうその時にもう本当 本当に申し訳なくてもう私どこでもよかったあのもう本当立ってて立っててもよかったぐらいで、ね、もう本当に申し訳なくて「あすいません気づかなくて」なんて言ってでふと見たらねもう本当におじいちゃんとおばあちゃんでおじいちゃんもかなりの高齢なんですよもうねもう泣けてくるんだけどもうおじいちゃんの手にあのあれスチップが巻かれてんのよもうだってねおばあちゃん、まあ、私も何か手伝ったけどおばあちゃんをその えっと、車,椅椅車椅子から椅子に乗せるのも車椅子から椅子に乗せるのもその椅子からたかが2つ隣の座席にやるのもおじいちゃん「う,うって感じなわけなんですよ。ねそれで,でふと見たらそのおじいちゃんの手にそのシップがぐるんってまじてて「あおじいちゃんもう本当にもう涙もうダメだ出ました私」。すごいやっぱ体力的にきついんだなと思って。 それでも本当に申し訳ななくくて全然気が付かもうも本当になんかもう涙が出てきちゃってもうでも新宿に着いたんで「あのどうも」って言ってあれしたんだけどいやーだから考えさせられたその何て言うかほらあれじゃない介護介護介護区介護区っていうのかなその介護してる人もあの一緒になってこうねあの疲れちゃうっていうか介護区って。 開国っていうのかななああのありますよねなんかそんなのを見ててあのでもて、ね、もう一つ泣けるのはおじいちゃんがねずーっとねもうほんと泣けるのおばあちゃんはもうほとんど意識がないような子ちょっとそんな感じなんですよ。おばあちゃんの手をねもう一生懸命こうってねなんか恋人つなぎみたいにしてこうってね握ってねもうこうやって。 なんんとかっっってやってて言やですよもう,もう愛してるが愛してるオーラがもう涙出てきちゃうんだけどもう愛してるオーラがもう全面からやってて何ていうかなんかでも気の毒になってなんかこんないい夫婦もっと誰か助けてあげらんないのかなと思ってもうダメだ涙出ちゃうそれでんかね本当にねそれでまあおじいちゃんはもしかしたらすごいあのね 国も思ってないのかもしれないけどもあのシップ見たらなんかもしも分かんないですよなんかもっとこうあの資金的にね余裕があればもう一人ぐらいなんかヘルパーさんつけて多分病院とかに行かれるんじゃないでしょうかね長い距離あの電車乗ってらしたからあんなこうおじいちゃん一人にねそのおばあちゃんの介護ねやんなきゃいけないのかなと思うと。 なんか本当になんかこう,なんかこう社会情けないっていうか,なんかもっとみんなで助けられないのかなと思ってで、まあ、あのふとね自分が、まあ、どっちの立場でも,、まあ、でも自分がもしそのおばあちゃんの立場になったら、まあ、もし意識がなければあれだけどなんか、ね、自分の家族にねあんまりつらい思いさせたくないなと思ってもしもなんかちょっとお金で解決できるなら。 もう本当に私、自分の老後ぐらいはなんか家族に迷惑かけないぐらいちゃんと貯蓄してあのー、私のことほっといてあああのーねあのののねなんていうの、あのー、そんなに負担に考えずに、あのー、まあ本当はピンピンコロリを狙ってんだけどもうこればかり分かんないじゃないだから本当になんか自分のその老後を考えさせられちゃってもう本当にあの恋人つなぎおじいちゃんがねこうやってこうやったしなんか恋人つなぎしてるんですよ。こうやって もうでも手にいっぱい湿布貼ってって思ったんで、まあ、今その私はねピアノ教室の先生たちの,その売り上げアップとか豊かになる,なるっていうのをこう応援してるし、まあ、ピアノの先生イコール女性起業家ですよ。で女性起業家ってやっぱりあのまだまだ旦那さんに依存してる人多いんですよね。でも本当にその自分の老後ぐらいはさなんか面倒見るぐらいさ ちゃんとこれから稼いで貯蓄しといてもう家族に迷惑かけないようにあの迷惑かけるっていうかなんかその介護妃にならないようになんかその本当にお金貯めとこうと思ってもうきっとおじいちゃんしてれば別にそんなねお金なんかいらないよ愛さえあればって感じなんだと思うけどなんかもうあの痛々しい姿が物りに焼き付いちゃってそうなんですよだからみんなあのしっかりやっぱり経済的自立 今日も私もあったあの,他の業界のそういった女性起業家さんたちのやりますっていうのを見てやっぱりみんな経済的自立したいって言ってらっしゃいましただからピアノ先生も経済的自立しようまだまだ時間かけてでいいからまだまだねその老眼まで時間あ,のあるし本当に経済的自立して家族に迷惑かけないようにまだ逆に今子供さんがいるならまず子供さんにあのねあの使える分ぐらいあの稼いだらいいじゃないですか。 なんてねもう本当に今日はなんかしみじみもう自分が情けなくってあのなんて本当にもう心に決めましたみんなあの女性起業家ピアノ先生あの経済的自立しようしっかりね順,順番でいいから本当にあのー、ね本当にでもやっぱり家族に愛されるあんなおじいちゃんに愛されるようなねあの人になりたいなと思ってちょっとこれから家族もっと大切にしようとちょっと誓いましたあーかななんて思ってね はい、えー、そんなとこで、えー、またですのお話し,したいと思いますのでよかったらお付き合いください。では皆さんさようなら。